はい、突然ですが井上さん佐藤さん、はい、今年に入って何冊の本を読みました？今年に入ってからは3冊ぐらい読みましたね。あ、私は恥ずかしながらゼロで本棚にしまったままです。なるほど、はい、なかなか時間作るの難しいですよね。県の教育委員会は先月、県内の子どもの読書量に関する調査結果を発表しました。去年11月から12月にかけて行われた調査によりますと、1ヶ月間に読んだ本の平均冊数は小学生が 12.2 冊、中学生が3冊、そして高校生が 1.5 冊となりました。これはこの数字は増えているんでしょうか？はい、前の年と比べるとほぼ横ばいなんですが、中学生だけで言えば2004年の開始以来過去最高となりました。一方で本を全く読まないという子どもが増えているんです。1ヶ月間に一度も本を読まなかった子どもの割合は小学生が 1.6%、 中学生が 14.1%、 高校生に至っては 43.9% と、いずれも前の年から増加しているんですね。高校生に至っては2人におよそ1人が本を読んでいないということですけれども、この要因はどんなことが考えられるんでしょうか？その理由としてはこちらですね。勉強、塾、宿題で忙しい、そしてこれスマートフォンの方が楽しいからという理由が挙げられます。こうした中、山釣町では子どもたちが本と触れ合う機会を増やそうと、県内でも珍しい取り組みを進めています。山釣小学校に来ています。児童たちは今日から始まる講座で子ども辞書を目指していきます。本と人の結びつきを手助けする子ども辞書。山釣町で今日、今年の子ども辞書を養成する講座が始まりました。仲間と友情を深めながら楽しく本や辞書の役割について学びます。そして学んだことを生かして本の楽しさや読書の大切さを山釣町に広めていくことを誓います。司書は本来大人の資格ですが、山釣町では子どもたちに読書の素晴らしさを知ってもらおうと、2009年に全国で初めて子ども司書という制度を取り入れました。これまでに132人の子ども司書を認定しています。山釣小学校では本年度から授業の一環となり、今日行われた開校式には山釣小学校の2年生から6年生227人が参加しました。家に帰ったら絶対本は読んでます。本の良さをいろんな人に伝えたいです。一月30冊ぐらい。自分アニメが好きなコナン君の小説がおすすめです。講座では図書館の職員などが講師を行い、読み聞かせや図書館での仕事を学びながら、小学校卒業までに子ども司書の認定を目指します。子どもたちは読みたい本がいろいろ多々あるかと思います。本好きな子どもたちに成長していっていただきたいと思って開校しました。山釣町は町全体で読書の町を目指していて、町で唯一の図書館、山釣もったいない図書館を中心に日々の読書に取り組んでいます。通帳のようなこちらは図書館で借りた本を記録する読書通帳。3年前に導入されました。町の内外を問わず誰でも作ることができ、通帳が埋まると山釣町で使える500円相当の商品券と交換できます。本を読む楽しさを味わっていただいております。もったいない図書館ではこうした取り組みの輪を広げ、読書を通して子どもたちの心を豊かにしていくことを目指しています。ありがとうございます。